市長役ですね。島崎薫元市長という役柄でして、まあ、まず撮影に入る前に台本がね、やっぱ素晴らしい台本で、本当によくできてるなと。僕もなんかね、AI とかすごい興味があって、まあ、そんな僕から見ても相当これは深掘りしてるなと。これから AI というのが世の中でどういう風になっていくのかっていうことと、あともっと理念的な意味での AI と人との関係性みたいなこともしっかり描かれた本になってるので素晴らしいなと思って。意思を持った AI を基礎可能とする刑事訴訟法改正を受け、愛知地方検察庁に組織された部署、知能機械犯罪控訴部。検察庁から来ました、検事の米子です。頭部では人工知能による犯罪を捜査し起訴するお仕事をいたします。被害者は VTuber の女性、山本かなえ。デジタルツイン、ユーザーの人間性を模倣した AI なんでしょ。被告人は彼女の外見と人格をコピーしたマネキン AI。山本さんは殺されたんですか。自殺です。私は自殺ではありません、殺されたんです。米子と共に難事件に挑むのは、私の事務官は、こんにちは、私はフリップフロップ型スマートバッジです。まったく、これだから人間は。 AI の犯罪を起訴して抑止力にするためにこの部署がある。君は何も悪いことはしてない。あなたが殺したんでしょう。それがわからないんならうちの部にはいらない。検事さんはわかってない。私は私のコピーです。でも私が私であることを定義づける要素は容姿だけじゃない。被告人は平成39年8月15日、山本かなえに有毒ヘリウム、その毒性についての事実を伏せて譲渡し、判決を言い渡します。なんか私のこと奴隷か何かだと思っていませんか。労働条件の改善を求めます。え、店長は何が欲しいの。私を撫でなさい。